関大の壁画、右がヒガラス。三足カラスは、東アジア地域の神話や、絵画などに見られる伝説の生き物である。このカラスは太陽に住んでいると信じられ、太陽の象徴であった。最も古い考古学的遺品は、紀元前5000年の中国様子、絵下流域に遡る。古代中国の文化圏で広まっていた、陰陽古行説では偶数を、影、 奇数を日とする。このため三足は日となり、太陽とつながりができるからだと言われている。三足カラスは、中国神話に登場するカラスで、太陽に住むとされ、太陽を象徴する。黒いカラスは、太陽の黒点を表しているという説もある。日カラスや日ガラスともいい、月のウサギの月とと対比される。しばしば三本の足を持つとされるが二本の場合もある。また、 金色という説もあり、金魚とも呼ばれる。太陽にいるのは、カラスではなく金形であるとの神話もある。別の神話では、太陽は日ガラスの背に乗って、天空を移動する。ただしこれに対し、龍が狩る車に乗っているという神話もある。なお三足カラスの金魚の絵は、日本の1712年間の和漢三サイズへの天の部の日地の孔にも認められる。ワイナンコに 昔、広々とした、東海のほとりに、不創の神樹があり、十羽の三足カラスが住んでいた、と見える。この十羽の三本足のカラスが、順番に空に上がり、口から火を吐き出すと太陽になるという。ワイナンコのマキナナでは、月日節話に、日中雨、ガラス地月中雨引き返るの記述もあり、太陽と鳥の関連を示している。後の、春秋元井の地方に、 陽数器を一、生を三、か、中ガラスが見え、太陽の中に鳥がいるという話は、古いが三本足を有することについては、後のことではないかとされる。このような物語もある。大昔には十の太陽が存在し、入れ替わり登っていた。しかし、行程のお世に、十の太陽がすべて同時に現れるという陳事が起こり、地上が灼熱となり、草木が枯れ始めたため、行程は、 弓の名手芸に命じて、九つの太陽に住む九話のカラスを用途させた。これ以降、太陽は現在のように一つになった。三足カラスは、高栗ではヒガラスとも言われた。古墳壁画にも三本足のカラス三足カラスが描かれている。月に住むとされた亀と対比された。日本では八タガラスと呼ばれ、古事記の神武統制において、 神武天皇を導く役割をしている。三足カラスは、エジプト神話の壁画に見られる。これは、リュキアやパンフィリアの三脚ともえから考え出されたと、される。ありがとうございます。